はい、では今回はヤルタ会談、ヤルタ会談について話していきたいと思います。これは第二次世界大戦後のね、あり方を考えようという話し合いですよね。で、どこで、いつ行われたのか、1945年の、2月の4日、場所は、クリミア半島のヤルタというところで行われています。なんか地図的にはかなり まだ完成じゃないですよ。まだ完成じゃないですよ。こんな感じ何か分かりますか？分かりますよね。はい、これ黒海です。はい、黒海で、これはアゾフ海ですね。で、こっちがロシアで、ここがトルコかな。で、ウクライナ、モルドバ、で、ここはブルガリアで、ここが、グリジェル。一番大事なのが入ってますよね。こんな感じですね。で、これがクリミア半島で、ここにヤルタがあります。はい、よくわかりますねはい、ちょっともう嫌になるぐらい下手くそですねさあ、地理的にはこんな感じです。あとは地図で調べてください。黒海のところです。黒海で、1945年2月の4日にクリミア半島のヤルタで行われました。来たのは3国、アメリカ、イギリス、ソ連ですね。誰が来たのか。アメリカからはフランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスからはチャーチル首相、大統領が来ましたね。そしてソ連からはスターリン国家主席。この3人が実際に椅子を並べて、話し合いをするわけですね。で、実際ここでじゃあ何が一体話し合われたのかっていう話なんですけど、もちろんざっくり言えば、はい、第二次世界大戦後の支配体制です。これを、ヤルタ体制という言い方をしますが、例えばここで話し合われたことは、これは対戦後の話って書いてありますけど、例えば、今のところ日ソ不可侵条約を結んでいるソ連が、日本に対して、参戦してもいいのかどうかとか、そういう話とか、ソ連とドイツが、争うきっかけになったポーランドの、占領問題、で、それから、ドイツや、中東部のヨーロッパ、の支配についてだったりとか、これは大体あれですね、米ソの、分け方でしょうね。これに関しては米ソの分け方でちょっと話し合うような形をとっています。それから、国際連盟に関しては、日本が出てったり、ドイツが、出てったり、アメリカが最初から参加しなかったりつって、なんかちょっと最初からね、スッキリしない形だったんで、ここで国際連合を新たに立ち上げようという話もされています。国際連合ですね。なので、このヤルタ会談で一体何が
ね、話し合われたのかっていうのもすごく大事なのは、一つはここですよ。ソ連の対日参戦、ソ連の対日参戦っていうのはこの後どういう問題に発展したかというと、北方領土問題ですよね。北方領土問題をまずここで出てきます。でそれからまあポーランド占領問題はあるとして、ね、米ソの、ね、分け方、ここですね。ここから何があるかっていうと、まあ、冷戦の始まりですよね。はい、で実際ポーランド問題がね、引き金にはなってるんですよ。このポーランドの占領問題から冷戦につながっていきはするんですけど、結局ドイツが絡んでくるので、もともとほら、ポーランド侵攻から始まったでしょ。ドイツは1939年にポーランドに侵攻して、まあ、1940年に独ソ戦を始めていると。でこれはなぜかっていうと、ポーランドに侵攻した後ソ連と分割統治になったんですよ。分割統治になったところにドイツはソ連の不可侵条約を破って、ソ連の要は支配している土地まで含めて全域を、ね、占領しようとしてしまう。でそれがきっかけで独ソ戦が始まってしまうわけですけども、その時にポーランド の政府っていうのは亡命してイギリスに行ってたんですよね。イギリスに行ってました。でイギリスに行っていたんだけれど、ドイツが敗戦した後ソ連がそこに残るでしょ、ポーランドにね。でそうするとポーランドに残ったところにソ連が新しい政府を立ち上げる。でさらにポーランドの元々の政府はイギリスに亡命してイギリスに残ってるわけですよ。でそうするとイギリスの元々の亡命政府とソ連が作った新しい政府、どっちが正当な政府なんだっていうことがここで話し合われるわけです。でじゃあそれはもうポーランドの国民に決めさせようぜっていう話になるわけですよね、もちろん。で選挙させてもう国民が決めればいいじゃない。でその時にソ連が立ち上げた政府は負けたわけですよ。で無事イギリスに亡命していた政府がポーランドに戻ってきた。そしたらソ連は何をしたのかというと、その戻ってきたポーランド の政府の要人を逮捕して、で無理やり自分のところの政府を立ち上げちゃったわけです。それを知った後から知ったアメリカ、もちろんその当時はもうルーズベルト大統領はこのね1945年の4月12日に亡くなってしまったので、その後ハリエス・トルーマンの方にバトンタッチしてますが、そのトルーマンがその話を後から聞いて激怒して冷戦のきっかけになるという話になっているみたいですね。なのでこのヤルタ会談、この時期までいたルーズベルト大統領でチャーチル首相、そしてスターリン国家主席の3人が、まあ、戦後の在り方を、ね、話し合った重要な会議の中で、私たちが今も抱えている北方領土の問題だったりだとか、まあ、その後にねアメリカとソ連という大国がね睨み合って、もういつ第三次世界大戦が始まるかというものの火種を作ってしまったという意味でもね、ヤルタ会談というのはすごく重要な話し合いですので、まあ、第二次世界大戦に関するね重要な項目としてぜひ頭に置いておいてください。